それでは盛大な拍手でお迎えください。今日も正義が明日は悪になったり、誰かの希望が誰かの絶望になったり、時代は動く、目撃者ではなくてただ自分が動く当事者になれるか。さあ風よ吹け、さあ風となれ、私の今を私に革命を起こせ。本当の声を本当の言葉で、私だけが私を変えられるのだと。いくつの失敗といくつの間違いが、一つの正解へ、一つの確信へ変わる。その方法では未来はないと知った。さあ風よ吹け、さあ風となれ、私の今を私に革命を起こせ。本当の声を本当の言葉で。ごめんなさい。はい、パネルですか。そう見えますか。ごめんなさい、これはムロツヨシはこれいるよね。いるんですよね。いますね。いるからこそのこれがあるんでしょうね、まずね。そうだね。ムロツヨシはいるな。はい、ムロツヨシはいます。ムロツヨシの隣からはパネルですか。隣からはですね、頭を下げるときちょっと手を貸さないといけないですね、こうやって皆様にご挨拶。そうだよね、そうだよね。今ムロツヨシ今だって裏で板をしてるもん。角材をしてますよ今。角材を押すと橋本環奈ちゃんがちゃんと皆様にご挨拶できるという。これ小栗旬くんもパネルだね。こういう会記者新解釈の記者会見っていうこちらの解釈でよろしいですか。その通りございます。あら、勇気が。新解釈という。これは何ですか。もう大事故ですか。勇気だけでここまで段取りました。ええ、満を持して。大丈夫ですかこれは。なんで伝わってるんですかこれ。これだけのメンツ、なんて言うんだろう、これ。いや豪華ですよこれ、全員来たら。はい、とても迫力があるなと。いや結果俺と室剛しか来てねえから。いやあのね、いやいいんですよ、この映画僕主役ですし、うんうん、もう次室くんでいいと思います。はい、はい、ありがとうございます。でもこれでは俺と室が暇に見える。そうなんですよ。僕もあのすごい暇なやつに見えますよ。結構頑張って今44歳なんですけど、いろいろ積み上げてきたものがあって、こうなりますとね、うん、この二人今日は仕事なくてこの二人だけ捕まった。俺らだけ来れたように見えるから、うん、でなんとなく来なさそうだもん、忙しそうで、うん、いや申し訳ないけど高橋努はスケジュールあると思う。絶対来れると思うわ高橋努なあ、うん、努あるよな。高橋努ありますよ。いや絶対努悲しむよこれ見たら。そうです、今連絡したら来ますよ絶対なあ。いや陽さん俺行けたっすよって言うよ。そうですよね、努来れんだろう。それはそうですよ。まああとはね、まあまあまああとはまあ忙しいわ正直。まあまあしゃあないでしょう。もうこの辺とか今日本におるんか。今日本にいて違う映画のプロモーションです、ね、あ今そうだね、今これそうだ、他の映画で忙しいもんな彼な。あそうか、パネル。はい、今回は新解釈の報告会見ということで、このような形となりました。そういえばね、聞こえはいいわ。はい、なので本日よろしくお願いします。大丈夫ですか、がっかりしてないかどうかだけ後で確認していただいて。相当がっかりしてんじゃないの。大丈夫ですよね皆様。あ、はい、私ありがとうございます。ありがとうございます。絶対に途中で返しませんよ。なんとほんとカメラとか減ったら俺ほんと怒鳴るよ。待てって言って。そうですね、まだ会見してるでしょうがって言うよ。今日はたっぷりお話伺いたいと思いますので。でしょうね、2人しかいないし。ちゃんと動画もレックボタン押してますね。赤い光がついてないとこいくつかありますけど。レック押してねえのか。押してますねレック。おい、こっちから半分タリ、あ、今タリついた。
確かに俺も見た。どこだ、どこのテレビ局だ。今レックつけた。今レック押したの。どの辺で切った。どの辺で切ったんだ。もう各県とでもう切ったのか。びっくりするな。今日お時間たっぷりありますから、お二人にお話伺っていきたいと思います。たっぷり取りましたね。はい、ではまず改めてですが、お二人から本日お集まりいただきました会場の皆様へご挨拶をお願いしたいと思います。まずは本作の主人公、後に蜀を建国する三国志の英雄劉備役を演じられました大泉洋さん、ご挨拶お願いいたします。本日は諸都合ございまして、ちょっと私と室君以外のキャストは全部パネルになってしまいましたが、決して私と室君が暇だから来れたというわけではないという、あくまでね主役とやっぱその2番手ということでね来てますから、大いに我々がこう代表してお答えしていきますので、いろんなことをね聞いていただければというふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、その劉備を支える天才軍師孔明役を演じられました室剛さん、ご挨拶お願いいたします。よありがとうございます。拍手ありがとうございます。ありがとうございます。諸葛亮孔明、諸葛亮孔明役をやりました室剛でございます。カタカナ5文字で室剛、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。同じくまさかこのパネルに囲まれてこのような、発表をするなんて想像もしませんでしたが、皆さんの質問やたくさん答えて盛り上げて、なんとか今日来てよかったなと少しでも思ってもらえるように、本日これから1分1秒逃さず頑張りたいと思います。どうぞ今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。それではお二人へ本作の魅力、そして豪華出演者皆様の魅力を伺ってまいります。それでは大泉三郎さん、どうぞおかけください。スチールカメラマンの皆様、フラッシュ撮影はお控えいただけますと幸いです。ご協力をお願いいたします。さあ、ではお話を伺ってまいりたいと思いますが、まずは本作のオファーを受けられた際のお話をお聞きしたいと思いますが、まずは大泉さん、お願いいたします。ありがとうございます。そうですね、福田監督からもう相当前になりますけども、何年前かも忘れたぐらいですけど、実は陽さんと私、プライベートでもずっと何年も仕事はねあんまりなかったんですけど、仲が良かったもんですから、実は陽さん三国志をやりたいんだと、で陽さんにはぜひ劉備をやってほしいと、でも劉備というイメージとね私が結びつかなかったので、私が劉備ですかって言ったら、そうなんです、めっちゃぼやく劉備ですって言うんで、それなんか俺できそうっていう、陽さんが劉備で何やっても文句ばっかり言う劉備ってめっちゃ面白くないですかって言うから、それめっちゃ面白いねって言って、ずっとやろうって言ってたんですけど、なかなかこう伸び伸びになってて、やっとこの度形になったということでございますね。ぼやく劉備、新しいなと思ったんですが。はい、新しいでしょうね。劉備玄徳と言いますと、やっぱその三国志の中でもね、やっぱもちろんヒーロー的で、スターですよね。人間的ね、人間性も。人徳もあってね、やっぱりこう民を率いて戦った男というイメージございますけども。ずっとぼやいてますからね。最初から義勇軍に入るなんて言ってねえからみたいなところから始まっていくんで、本当にとても私にはぴったりな役でしたね。実際にその福田さんとその後に正式にオファーはなかったということなんですよね。ん？正式なオファーが？正式なオファーはそのなく、プライベートでお話しされていたということですよね。もちろん正式なオファーはありましたよ。なんでここは座れないんですよ、今一応。ね、今仕組み、映画の仕組みで。正式なオファーなく、やんわり俺映画出ないからね。それはもちろん。それは結構、東宝さんもびっくりするよね。俺、監督に呼ばれてんすけど、みたいな。それはもちろんちゃんと事務所通してバッチ来ましたけども、最初は福田監督のなんかこう、ご飯食べた時のバカ話から始まってますね。
それが本当に実現したと。そうですね。もうなかなかこうあの人も忙しくて伸び伸びだったところがやっと。それでももう撮ったのが一昨年。一昨年ですね。ね、もう一昨年の春。うん？去年の5月じゃないですか？いやいや去年か。去年。去年でいいんだな。そうだ。去年か。去年の5月か。うん。やっと公開になりましたね。うん。ということでぼやく劉備が見られるということですが、ムロさんはオファーをいただいたときいかがでしたか。はい、僕はおそらく5年6年前だと思うんですけども、新解釈日本史というドラマをやってるときに、ずっと福田さんがムロ君新解釈三国史も考えてるんだと。でその時ムロ君にどうしてもやってほしい、ムロ君にぴったりの役があるんだと。何の役ですかと。諸葛亮孔明だって言うから、すごいじゃないか、もう軍師天才、才能ある、センスある軍師じゃないですかと。いや違うの、新解釈三国志は室君と一緒で、自分は何もできないのにできる人の知恵とか人脈を頼って成功していく人、これもう室君にぴったりだから役作りいらないしって言われたんですよね。その時この監督何考えてんだろうなって僕のことをどう解釈してるんだろうと思いましたけども、どうやら福田雄一からは室剛というのはいろんな人の力を借りていろんな人の知恵を借りてのし上がっていく人間みたいで、今もそう思ってるのかどうか分かりませんけども、あの福田さんにとってみたら僕はこれぴったりの役だということで、うん、まあ本を読んだら僕らしい言葉とか当て書きしていただいている部分もあったので全力で演じさせていただいた次第です。室君はだから人の力を使ってのし上がっていくやつ、俺は文句しか言わねえやつって、そういう風に映ってるんだよね。解釈おかしいんですよ。だから福田さんの解釈がそういうことになっていたということですね。そうそう、福田さんの解釈をちょっと彼の解釈間違ってるらしいんですけども、今お話にもありましたけども、うん、その撮影に入る前に何か準備はされたんでしょうか。大泉さんいかがでしょう。特にしてないですもうそのまず台本来なかったよな。台本まあまあ来なかったですね。ああいうものですか彼の映画ってのは。ああいうもので、周りの美術スタッフさんや制作スタッフさん演出部さんがとても焦っているっていう情報だけは時々入ってきますけども、こういうのあんまり明かすといろいろダメなので今のは聞かなかったこと。いやもう結構言っちゃいましたけど、なんか私はこの映画ってもうやらねえんじゃねえのって忘れた頃に来ましたよ。ちょっとギリギリだったんですよね。多分おそらくもうちょっと枠的なものは多分スタッフさんに伝わってたと思うんですけど、キャスト俳優部に来たのはちょっとまあギリギリと言いますか、はい、いやもう早いとこいただかないと。こっちは劉備だしね、やっぱり役作りもあるしと思って全然来ねえし、うん、でもうこれ企画飛ぶんじゃねえかって頃になんかあと 2ヶ月ぐらいで撮影みたいな時にやっと台本が来て、うん、読んだらこれだったら前の日でもよかったなっていう台本明日撮りますでもよかったっていう台本でした。そんなにですか。まあ、うん、まあ、まあ本当に私だもんね。そうですね。劉備さんはだからここにいたのは覚えるセリフではないんですね。受け身のセリフと言いますか。はい、私がもう本当にそのままだから役作りっていうかって感じでしたね。私も映画の拝見したんですけど、あ、見てくれた、はい、本当に大泉洋さんそのままで、そうです、ね、逆にあの劉備ってこういう人だったのかなって、そうですね、はい、思いました。いやだけど、まあ、でも劉備ああいう人だったのかもしれないですね、うん、新しい解釈でね、いろんな視点ができますよね。そうです。だって誰も見ちゃいないんですからね、本当の劉備見た人なんて今ね。そう、まあ、今いないですね。見ちゃいねえんだ本当の人、うん、本当の劉備を見た人は。これを見て本当に怒りきれるのかって話ありますよねじゃああなた見たんですかっていう、こうだったかもしれませんよっていう。そうだけどダメだよ、そこまで言ったら本当の三国志ファンの人本当に言ってくるよ。いやこれ本当に僕じゃないですからねそこだけはすごい言ってます、ね、監督ですから書いてる。そうですね、福田雄一監督、福田雄一監督が書いて僕はもう言わされてるだけだから、やっただけという、マリオネットですよ私は。なるほど、僕らは、はい、でも絶対に僕に怒るのはもう門違いですよ。何かがあったらじゃあ福田さんの元へ、福田雄一に。そうです、そうです、そうです、わかりました。ただ孔明は室剛がめちゃくちゃ、違う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 、孔明も役作りはしないでって言われるんですよ福田さんから。室君が喋ってると思って書いてるから、だから僕が喋ってるかのように福田監督の意思を汲み取って僕が喋ってるかのように言うだけで、だからアドリブっぽく見えますけど全て台本通りなんです。いや室君は7割アドリブです。7割あんな、なんかだってもうなんかサプライ誕生日のサプライズの仕切り僕やりますとか絶対アドリブですそれは
台本には書いてなかったです。あの僕はサプライズを幹事をやるのがすごくうまくて、誕生日のサプライズとかも全部うまく段取れます。これはもちろんアドリブです。あ、アドリブというのは台本には書いてないです。でもちゃんとこう業界にですね、ここ任せるよっていうのがあるんですね。いや、君さん全部だから行間を読んでください、行間を読んでくださいって言うけど、行間を読んでください、君行間読めすぎてるよ。字と字の間のあの白い部分に書いてあるんです、自由にどうぞっていうのが。うっすらあそこにあんだけ文字見えてんだったら、もうちょっと一回見てもらった方がいい。そうかね、容易でね。でもそうですよ、ムロさんといえばもう福田組の常連ですから、やはり絆もあると思うんですが、うん、そういうところもじゃあ全部鑑みて受け取って、今回のその福田さんが劉備もそうですけど、諸葛亮孔明に対する思いがすごく入っていたので、とにかくこの何かしらこう人の言うことをうまく自分の意見に置き換えてのし上がっていく、その諸葛亮孔明見たいっていうのがずっと聞かされてたので、僕はだからある意味役作りをしないような役作りをして皆さんに演じお届けしているというところでございます。演じられたということですね。もちろんです、はい、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます、室強です。そして本作はあの豪華キャストの皆様も注目なんですが、何といっても本作の主題歌を福山雅治さんが担当してくださいましたね。そうなんですよ。このお聞きになっていかがでしたか。いや、もうとにかく豪華なね、出演者が次々と出てくるわけですけども、一番最後になんかかっこいい曲かかったなと思ったら、福山さんの声が聞こえた瞬間、またあ、またここまで豪華かという、さらに最後にこの映画を締めてくれますよね、このかっこいい革命という歌が。僕知らないで見たんですよ、主題歌を。映画じゃあ聞いてなくて、その出来上がったこの映画を見る機会があって、それ見て最後に、あー結構こうやってやったか、でも結構最後いい話っぽいというか感動するなみたいな話になってから、急に福山さんの声聞こえて、うわ福山雅治さんだってなりました。今一瞬呼び捨てにしたのよ。それ聞いてくれ、それわざと今間を作ったのは、だって僕お会いしたことないんですよまだ。そう正直言うと、だから僕はまだリアルで行くと、あ福山雅治だってなるよ、ね、リアルな福山雅治さんを見てないから、この職業じゃなければ福山雅治だって言ってると思うんですよ。だけどこの職業だから今最後さんつけますけど、本当に本心は福山雅治さんだってなります。そうです、曲が僕はあの完成したものを見る直前にたまたま福山さんとのご飯を食べる機会があって、 その時に福山さんに言われました。あそうなんですか。幼稚や出た。お生だ、生で聞いたな。ヨウちゃん、あら三国志、ええ、テーマ曲やりますよ。ええ、本当ですか。やりますよ。いや知らなかったな私。ヨウちゃん、はい、あの役かっこいいね。いやそんなことないですよ。いやかっこいいよ。台本ちゃんと読みました。かっこいいでしょ。いやまあそう言ってもらえたら嬉しいですけど。いいな。いやいやいや、それはもう歌、その歌があれば僕はその映えますから。いやかっこいいね、あの役。そんなかっこよくないですって。ゆうちゃんかっこいいよ。ただぼやいてるだけですよ。いやゆうちゃんかっこいい。いやいやぼやいてるだけだ、ね、ずっとかっこいいって言い続けた。今のは福山雅治さん。福山さんが。私ね、見てないんじゃないかなと思って。どうやらね、後から聞いたらね、はい、なんかその最後の方を見せたって言ったかな、プロデューサーが。最後のところ劉備、最後だからね、劉備が確かにその曹操に対してなんかこの世の中お前には任せらんなみたいなことを言うんで、最後だけまあ劉備言うんですよ。そこしか見てないんじゃないかって気がするんですよ。一番だらしないというか一番ぼやいてるところ見てない。 99% かっこ悪いですからね劉備は、うん、この映画の劉備は、うん、でもやっぱり最後戦いに行くときとかガッと最後だけね、最後だけなんかちょっとかっこよく、すごくかっこよかったですしてるんですけど、だけど福山さんはね終始かっこいいなあの役って、なんかあんまりお気に召してないよっぽかったんです僕は。かっこいいことね。本当ですか。だからちょっと怖いなと思ってね、なんとなくプロデューサーがこう引き受けてほしいがためにかっこいい映画だと思わせたかなって気はちょっとしてるんですよ、ね、あらその疑惑はちょっと良くないですね。ちょっとじゃあ今後
大泉さんから福山さんに伺っていただいて、やばいですよこれ、本人もし見てこんな映画だって分かったら、うん、急に主題歌撤退しますよ。え、ここからですか。ご本人の意向により撤退、主題歌がもう流れない映画になりますよ。その時はね、させていただければ。やばいでしょうね。撤退したんだな、ね、福山さんが撤退したんだな、あ、何か感じ取るものがあったんだのと、その可能性もある。いや、危険のあると思う、あると思う。それも福山さん次第の新解釈となってしまいますがね。そうですね、そうですね、そうなったらもう僕らでなんか慌てて歌かなんか歌って流すしかないですよね。うん、なんか歌うしかないですね。それもそれで楽しみではありますが、本作福山さんの曲も流れますので、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらと思います、はい、さて本日は会場にたくさんのマスコミの皆様にお集まりいただいております。これから皆様のご質問に答えていただきたいと思いますが、映画に関する質問のみに限らせていただきます。ご了承ください。それでは質問のある方は挙手でお願いします。スタッフがマイクをお持ちいたしますので、媒体名と質問をお願いします。まず太一アナウンサーや木曜パーソナリティの田中直樹さんも大の三国志ファンということで、そんな三国志ファンに注目してほしいポイントや、逆に三国志をあまり知らない人に注目してほしいポイントを教えていただけますか。はい、三国志をやっぱりこうよく知っている人っていうのはね、なんかやっぱりこう、もう見なくていいんじゃないかな。見ないでくださいってことです。すみません、同じことまた重ねますけど、その意思を持っております。三国志ファンの方、三国志のことを知っている方、見ないでいいです。いや、これね、本当俺じゃないからね、福田雄一の解釈だから。で、まあでもね、三国志を知らない方はもう間違いなく楽しいですよ、うん、で、ざっくりと三国志の知識も入るから、西田敏行さんが歴史学者という役で出て、西田さんがまず説明してくれるんで、三国志ではこういうストーリーだけども、私は違う学説を唱えたいんだって言って、そこからこう新解釈の映像入ってくるので、非常に分かりやすい構成になってます。ですから、もう三国志を知らない人は全く何の問題もない、もう全部楽しめる。三国志が好き、各武将が好きっていう人ですよね、厄介なのは、うんうん、厄介ですよね。ですがね、陽さん、これが僕新解釈日本史をやっていたものとして、はいはいはい、歴史好きの方がこれを見て面白いって言ったんですよ。あ、そう。いや、確かにこれは違うとは言い切れないよねって、少し一つだけ見つけられたら、そこからすごい楽しめるものになる。ああ、なるほどなるほど。だから新解釈というのはそこかもしれない。もしかしたら三国志知ってる人がそこまでどっかが荒探しから、いや逆にこれ否定しきれないなっていう点が見つかったらですよ、あ、一気に楽しくなる。あ、であればね。そうです、うん、そう、否定しきれるもんじゃないよね。そうなんです、しきれるもんじゃない。先ほど言ったで、誰も劉備に会ったことないわかんないということはあります。ただ根本にあるのは、見ないでいただきたいっていうのは多分お二人とも今は思ってます。それは分かりました、ありがとうございます。マスさんにも伝えておきます、はい、お二人掛け合いも映画の中でたくさんされていて、撮影現場でも一緒となることが多かったと思うんですが、どのようなコミュニケーションを取ってらっしゃいましたか。それはどういうこと。この作品にこの役をやるからというコミュニケーションは一切なかったですかね。どのようなコミュニケーションなんですか。糸電話とかそういうこと。テレパシーとかそういうことですか。どういったこう撮影の合間に話していたこととか。話してた内容、はい、特にあれだね、いつも通り。もうなんか身のある話は一つもないね。ないですね。だから記憶に残ってる話もないです。ないね。共演はでも久しぶりだったんですか。12年ぶり。え、もうちょっとかな、12年とか13年ぶり。共演だって本当に、そのアフタースクールって映画なんですけど、ほとんどなかったもんね、はい、そのシーンっていうのも、はい、だから本当にしっかりとこのように共演したら、もう本当に僕の中でも初めてに近いぐらいで、はい、その12年を埋めるようなお話は、いや、ないんですよ。でもなんか途中、なんかたまになんか何年かに1回どうでもいい電話とかかけてきてたから、出してないわけじゃなかったもんね。なんか1回なんか、なんか骨をかな、なんて具合悪くて入院してる時に暇だからって電話してきた。
骨は折ったことないけど、あ、なんか体調悪い時、家にいなきゃいけない時に連絡したんだと思う。そしたら舞台の本番10分前なのに電話に出てくれたんです。そういう優しい陽さんです。何かあったのかっつって。ですか、まあ、本当に久々ではありましたけど、まあそうね。でもなんか本当にやっぱその福田組にいる室さんっていうのはもうとにかく頼もしくて、もう本当になんか好き勝手にこう台本って何っていう感じでもう勝手に言ってくるから、こんなにもなんかこう台本を逸脱して、私も やらない方ではないけど、室君はひどかったね。一番驚いた室さんのアドリブって何かありますか？散々段取りやってさあやりましょうって言ったら、まず立ち位置が違うところに立ったところですね。走ってきてね、うん、右と左も分かんなくなっちゃったんで一回、そっちですかっていう、全部変わっちゃうんだけどっていうね、そのアドリブにはびっくりしましたね。それはミスなんですけど、アドリブじゃなくて。あれミスです、ね、あれミスで、ミスでやり直しました。そうですね、そうですね。延々とやってましたね。もうセリフが終わってからもうその倍ぐらい喋るから、すげえなと思いました。やっぱり今まで大泉さんがやってこられた映画とは違いましたか？そうですね、本当に映画よりはなぜか知らないけど、僕はだんだんやってると水曜どうでしょうに近い感じになってきました。これはどうでしょうに近いなと思いました。映画というよりはなんかその追い込まれていく感じというのはね。福田組も初めての大泉洋さんに、そのちょうどもう何ていうんですか、もう身内感覚を抱いたんでしょうね。一回あの交番表といいまして、出番がある、その一日出番があるという丸がついた人はその集合時間に来て撮影して帰るという、この交番表に洋さんが出るはずのシーンに丸をつけ忘れたんですね。ってことは洋さんは現場に来ません。だけどそのシーンは撮影します。洋さんは休みのはずでした。洋さん都内から呼び出されてましたから、もうそれはもう平謝りしてましたけど、スタッフさんが急に現れたんです現場に。洋さん主演に丸つけ忘れてるってやっぱ前代未聞のミスですか？それどの組でもないんですよ。まず主演の丸から始まるから、主演が丸なかったとして確認して、一番最初は主演から始まってんだから、そこに丸つけないって一体何なんだろうって。事件ですよこれ。結構普通はやっぱ相当やばい事件で現場もピリつくんだけど、僕がやってきた時に福田陽一爆笑してましたから。来た。まあ、そのおかげで橋本環奈ちゃんに会えたから良かったんですけど、本当は会えなかったんですけど、撮影スケジュール上、ね、本当は会えなかったんですけど、ね、ハプニングもあったということですが、はい、大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございました。それでは続いての方、奥に座っているスーツの黒いマスクをしている方お願いします。もう今そっか、刺す時マスクの色とかになってきたね。北海道の札幌テレビ放送の横井と申します。横井くん、どうも。すいません、あの水曜どうでしょうではない局の日本テレビ系列、日本テレビ系列の、はい、一発行こうよのテレビ。ああ、ありがとうございます、ね、横井くんですよ。ありがとうございます、横井さん、ね、元アナウンサー。ああ、すいません、ありがとうございます。ねえ、元アナウンサーと記者になっててね。今日はちょっと私一人で参りまして。あ、そう。カメラが左上のあのドサンコ君がついてあるあそこに。ああ、本当の無人カメラですね。すいません、私一人なもんでしてですね。あの無人か。私が回して今質問させていただいている状況でございまして、今回ってるかどうかがちょっと心配なんです。心配です、ね。大丈夫かな。僕らが立ち位置を動かしたらもう誰もいなくなっちゃいます、ね。そうなんですよ。何卒その場でお願いします。ギリギリでやってるからね。ボーカル局は、ね、思っておりますが。ありがとう。大泉さんに、はい、質問をさせていただきたいんですが、はいはい、まあ、道民としてはやはりですね、この劉備という役柄がですね、まあ、北海道から東京全国っていうですね、その大泉さんの歩みとすごくこう重なってですね。なるほど。もちろん面白い映画なんですけども、もう本当に個人的には大変感動した映画でございまして。ありがとう。そのあたりも含めてですね、今回の劉備という役は、まあ、大泉さんにとってどういう役柄かというのを改めてお伺いしたいんですが。あ、そうですね、まあ、おっしゃる通りで、その劉備というね、人の歴史と、まあ、確かにその私もうね、北海道だけで毎日毎日バラエティ番組をやっていた男がこのようにこう東京で三国志なんていうね、大作の主演をする、本来であればもう大変喜ばしい役だったんですけど、いかんせん今回の劉備って役がね、あんまりかっこよくないんだよね。
福山さんはね、ずいぶんかっこいいって言ってくれてるんだけども、やっぱりまあ正直なこと言うとやっぱりキングダムに出たかったなっていうとこなんですよね、これはね。正直な人がいますね、うん、キングダムのやっぱり主役だったらやっぱ僕もね、同じ系列なのよ、だから曲とかそういうなんかプロデューサー関係とか、ね、そうなんだよね、プロデューサーとか一緒だから、うん、なんとかねキングダムに出してくれっつってんだけど今んとこないんだよね、オファーが、役がないって言われたんだけど、どうもねこれがね難しいとこですけどね。ただ大作なんですけどね、この三国志もね、ものすごい大作なんですけど、まあ、そういうなんかこう、いやここまで来たな俺みたいなこう考えは特になかったな仲が良かったからね監督ともね、そうですね、やっと福田さんと遊べるなっていうような感じでしたね。君主として、まあ、今回はまあ城をまとめるっていうことだったんですけども、まあ、城を、ね、まとめるっていうことでございましてね、あの城をまとめる どうですかね、やっぱ城をまとめるっちゃ難しいもんでしょうかね。そうですね、やっぱり頑張りたいと思います。おめえ関係ねえよ全力を持って頑張りたいと思います。今うまいよね、やっぱりこう映画の話しかしちゃいけないって言ってんのにね。いや、あくまで城をまとめるっていうのが大変なのかなっていう。紅白に出ることになりましてね、私はすみません、あの日本テレビ系列でございまして、すみません、誰か早く聞いてくんねえかなと思って、俺も話したくてうずうずしてオファーをいただいた時はですね自分からですよ。大変、小泉さん大丈夫ですか。何が大丈夫ですか。何がだよ、話しちゃって大丈夫なんですか。なんでダメなの。ちょっといいよね、ほら OK 出て、白組はのやつは、OK、やっぱりね、オファーいただいた時にはやっぱ大変こう光栄な気持ちでありましたけども、やっぱそのプレッシャーでね、これはねやっぱりそう簡単にやっていい役なのかっていうことでね、やっぱ1日悩みましたね。たった1日、劉備は即決でしたけどいいねっつってやりましたけど、白組の司会はやっぱり悩みました。やっぱり一日やっぱり荷が重いというか、やっぱり荷が重いと思いました。でもやっぱりね、この毎年やっぱりそのあれに元気づけられて次の年をこう迎えてたって私のこう記憶もございますので、やっぱり今度は私が皆さんにこの元気を与えたい。いやでもやっぱりこれやっぱり NHK で言いたいことだなそうよね、あんまりここで俺全部言いたくねえないいんだよ、はい、さすが、さすが STV ナイスパス、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの方一切僕には質問なかったんですね本当にまさか北海道だからって陽、ね、さんだけ質問するわけないだろうなと。北海道はね、そうですね、時間のことはい、わざと言わせて、それご配慮ありがとうございます。はい、貴重なお話も伺いましたが、そろそろお時間ですので、ここからはフォトセッションのお時間とさせていただきます。まず準備がございますので、登壇者のお二人は一度ご講談ください。今日も正義か明日は悪になったり、誰かの希望が誰かの絶望になったり、時代は動く、目撃者ではなくてただ自分が動く当事者になれるか、さあ風よ吹け、さあ風となれ、私の今を私に革命を起こせ、本当の声を本当の言葉で、私だけが私を変えられるのだと、いくつの失敗といくつの間違いが一つの正解へ一つの確信へ変わる。裏切りもした憎しみもしただけど、その方法では未来はないと知った。さあ風よ吹け、さあ風となれ、私の今を私に革命を起こせ、